です。バッターは注目のルーキー石川。ツーアウトになっています。最初は変化球できました。ボールになります。見送っています。ボール先行です。際どい、膝元よく見ていきました。ストライクが入りません。打ちました。セカンドが取る。一塁アウト、スリーアウトです。これから2回タイガースの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。背番号13橋本が2番手としてマウンドに上がります。点差はありますが序盤からの初球わずかに外れてボール。スライダーが決まります。インコース低めの球、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。打った、ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。バッターボックスは6番大山。ヒットでランナーを一塁に送ります。ファウルになりました。ここはゴロを打たせたいですよね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。内へ低めに変化しました。バントしました。これはファウル。まあまたバントしてくるようなら今のような変化球空振り。まず一つアウトを取りました。バッターは7番に入っている糸原。ワンアウトランナー1塁です。引っ張った、これはどうだ。ファーストの左抜けました。ドラゴンズピンチになりました。ワンアウトランナー2塁1塁。さあドラゴンズ同点のランナーを背負った場面です。まあこういった序盤の攻防は雑にならないように気をつけたいですね。インサイド打った、セカンド正面抑えた、2塁へ送球、際どいタイミング2塁アウト、際どかったがアウト、ダブルプレーでスリーアウト。ピンチを背負いましたがここはダブルプレーで得点を与えません。そうですよね、まあいい守備が出ましたよね。バッターは木浪。さあ注目の立ち上がりです。初球は際どいところに来ました。ストライクです。打ちました。弾き返した打球はライトへ。この打球はフライになっています。ライトが取りました。バッターは2番に入っている近本。橋本まずは先頭バッターを打ち取っています。初球ボール、これが2球目。惜しいですね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。ボール先行です。ショート取った、アウト、ツーアウト。クリーンナップが登場します。バッター糸井。ツーアウトランナーありません。マウンド上橋本、そしてキャッチャーは加藤。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。流しました、これはどうか、ライン際入った、一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。ツーアウトランナー二塁。さあそしてバッターボックスにはボーアが入ります。さあ先制のランナーを得点圏に背負います。まあここはしっかり切り抜けて主導権を握られないようにしたいですね。なるほど。インサイド打ち上げました、ライトに上がった、ここは打ち上げています。上がりすぎました。平田が抑えてスリーアウトチェンジです。これが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。
まずはドラゴンズの先発岡野が名古屋ドームのマウンドに上がります。さあタイガース打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。バッターは木浪。さあゲームが始まろうとしています。注目の立ち上がり。初球はボールになりました。2球目打ちました。阿部素晴らしい守備を見せてくれました。素晴らしい、見事なジャンピングキャッチです。ここは素晴らしいプレーが飛び出しました。いやーこれはかっこいいですよね。バッターは2番に入っている近本。まずはワンアウトを取っています。マウンド上のピッチャーは岡野、そしてキャッチャーは郡司。このバッテリーをタイガース打線がどう攻略していくか。バッターボックスには3番糸井。ツーアウトランナーありません。インサイド落ちました。一二塁間を破る。ツーアウトランナー一塁。打順は4番ボーア。ヒットでランナーを一塁に置いています。引っ張ったライトへ打球伸びる。ここはフライになっています。平田が掴んで3アウトです。郡司。ワンアウトランナーありません。初球ボール。2球目は何で来るか。インハイ外れています。ボール先行です。3球目打ちました。センターライナー。飛びましたね。はい、ご覧いただきましょう。見事なホームランでした。ライト方向に持っていけるのが素晴らしいですよね。先頭打者ホームランが飛び出しました。際どいコースに送ってストライク。打ちました。流しました。これはどうか。取った。アウト。ワンアウトです。これから4回タイガースの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。竹内がマウンドに上がります。点差がついた中でのリリーフ投入ということになりました。バッターボックスは5番福留。さっきはいい当たりのヒットを打たれてますからね。ええ、タイミングが合ってるようなんでここは注意が必要ですよね。そうですね。ドラゴンズ大きく点差をつけて中盤4回を迎えています。さあ里崎さん、この後のピッチング。見逃し三振。ワンアウトです。6番バッター大山。先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここは前の打席の配球も踏まえてのリードになりますよね。はい、さあどういうリードになるんでしょうか。ワンアウトランナーありません。バッターは7番糸原。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。初球打ち。これでマルチヒット。ワンアウトランナー二塁一塁。打順は8番梅野。ドラゴンズバッテリーとしてはリードしてるんで余裕はあると思いますけど、雑にならないようにしたいですね。はい、さあどういうピッチングを。わずかに左に切れました。ファールボール。引っ張った。サードゴロ。サード取った。アウト。そのままタッチしてツーアウト。一塁転送はアウト。ダブルプレー。ランナー出ましたがタイガー